広志、小野大輔のディアガールストーリーズ。こんばんは、神谷広志です。一人です。さて、ご存知の方もいらっしゃるかと思いますが、小野くんがですね、新型コロナウイルスに感染したということで、本日のラジオはお休みとなります。いや、まあ心配しましたよね。だってさ、小野くんがコロナになったじゃん。で、なんか自身の公式サイトでそれを発表して、うわーと思って、ああ、これはまあネットニュースになってみんな大変なことになるんだろうなというふうに思ってたんですけど、なんなくって、あれ、小野さんってコロナになったんですよね。なんかみんなうっすら知ってる感じで、こうなんか業界的にもそんなにこう騒ぎになってなかったんですよ。なんで、あれ、おかしいな、小野さんってコロナだって発表してないのかしらと思ったら、いや発表してますっていう風に、あの諏訪勝が言い始めて、え、じゃあ発表してんのになんでこんな話題になんないの、あいつコロナになったんだよね、したら世の中的に大変なことになるんじゃないの、あいつだって人気声優じゃんって言ったら、神谷さん、小野さん人気声優じゃないんじゃないですかって言って、もう心配で心配で、小野さん人気声優じゃなかったのかなと思って、あいつ人気声優なんだよね、みんな心配してるんでしょ。いや俺も心配したよ。だからなんかあのタイミングで違う心配になっちゃって、あれ、あいつ人気声優じゃないのと思って、普通さ、なんかちょっとこうコロナがかかったらさ、すぐにヤフーのトップニュースになったりしてんじゃん。でも全然なんなくて心配しちゃった俺。実際休んでるもんね。でもなんかメールしたらですね、どうも元気らしいです。ずいぶん病状も回復しまして、あの喉には何の影響もなくて、熱となんか頭痛とみたいな、あと鼻水とみたいな感じだったらしいんですけど、喉には影響ないみたいなんで、おそらくですけれども、今これが流れている頃には小野くんも復帰していて、今日とか明日とかは DGS 番組15周年記念イベントのですね、ディアガールストーリーズフェスティバルカーニバル15年祭を神戸ワールド記念ホールで一緒にやっているはずもうね、わかんないんです本当。だって小野さん、2回目のリハーサルのタイミングで、昨日の夜からちょっと熱が出ましてみたいな連絡が来て、あれ今日来ないんですかって言ったら、いやちょっとまだわかんないんで、万が一ってことがあるから小野さんは今日のリハーサルお休みですになって、そっからこっち、なんだろう、まあ今日も実はリハーサルあったんですけど、今日もいないんだもん。でもずっと俺一人でリハーサルやってるから何の手応えもないし、なんならまだファンファンタイム終わってないんで、僕も何の集中力もないまま、なんかこう脳みそが2つに分かれちゃってるまま、しかも小野くんもいない中、全然集中できない形でリハーサル参加してたんで、今日とかもなんか超ぼんやりしてましたね。だけど今日とか明日とかは神戸ワールド記念ホールで、ディアガールストーリーズフェスティバルカーニバル15年祭をやっているはずどうなんですかね、今日来てくださった皆さんいらっしゃると思うんで、いた、小野くんいた、いたんならよかったよ本当にね。きっとですね、やつは突貫工事であのリハーサルをやってですね、今日とか明日のステージを迎えてるはずなので、まあ温かい目で見守っていただければ幸いでございます。ということで、今週と来週の放送はですね、僕一人で DGS をお届けしていきます。まあ15年続いておりますけれども、DGS 史上初めてのことなんで、こちらの方もいろいろ粗相あるかと思いますけれども、何卒ご了承いた、ください、よろしくお願いします。ということで、僕とあなたの物語、ディアガールストーリーズ、あ、そうか、タイトル漏れだ、第791話、宇治田社長はまだリハスタにいますなんか揉めてたね、大丈夫かな